容器に入れておきましょうか。こんな感じでね、間違いようないですからね。いくら私でもね、もう一年やってたらだって住んでたぐらいですからね。わかりますよ。そんなね、バカみたいな、愚かな過ちを犯しませんよ。さあ、じゃあ早速入っていきましょう。よし。で、名古屋方面、こっちで。さて、トップワダ、ホームにやってきましたけど、今12時半ってことなんで、もうすぐね、38分の。そうですね、38分の快速名がやってくるかなってくるくらいでね、じゃあもうこれに乗ってきましょう。よし。で、待合室あったりしてね。まあ、ほんと、出来たてなんて綺麗ですよね。名古屋行きです。この列車は2両編成です。次は名古屋です。ありがたいですよね。名古屋までノンストップですからね。よし、まもなく2番線に快速2編10号名古屋行きが到着します。黄色い電池ブロックの内側までお下がりください。この列車は2両編成です。乗り換えてもいいんですけど、今回はね、これ一回出た方がね、安いよってことなんでね、置いててみようと思いますよ。さてと、北口の方から出たんでね、まあこっちの方が若干空いてますけどね、新幹線もこんな混んでないですね。まあ EX が広かったっていうのもあると思いますけどね。さて、こっちに来たのにはね、わけがありましてですね、あ、こっちには料金表がねえや、まあ、こんな感じで ね、東海道線ありますけど、そうそう、一宮にね、行こうとしましたよね。で、あった一宮ね、
ということで、これ、一宮まで天候行ってみようか、ね、あれ、なんか値段が上がってるような気がついてね、こんなこと言っちゃダメなんですよね。そうで、今回はね、もうちょっと得意なのがこれ、片道1520円なんですけどね、なんかね、こっちの方行くにはね、往復するとすごいお得になるあるらしいんですよ。ちなみに新車ね、これもちょっと覚えておきましょう。1690円ですよね。そう、新車まで片道1690円、これがね、普通にじゃあね、切符を買っていったらいいんですけど、裏技がありまして、これをね、ちょっとこっちに行くんですね。新幹線の切符売り場に来るんですよ。そうしてお得な切符っていうのをしてみると、あ、こちら豊橋の往復切符で、これね、新市と本流しの往復っていうのがあるんですよ。そうすると、これね、三河、ね、一宮から、ね、一宮までやね、本流しの間で使いまして、なんとね、1680円なんですね。さあ、ということで買ってきましたよ。ちょっと熱害で調子が悪いですけど、こんな感じでね、名古屋市内から新潮ゾーンに行く往復切符ってのがあるんですよ。こんな感じでね、こっちが行きで帰りでなんですけど、これね、重要なのはお値段でして、これ1680円なんですよね。これは往復で1680円なんですよね。で、これが使える区間っていうのが、他の切符が使えるのがこの三河一宮から先ってことらしいですよ。1520円になってますけど、こっちでしたら新潮列車1690円ですよ。ですから極端な話、新潮に行くんやったら、実は片道だと1690円ですけど、往復のこの割引切符を買うと1680円なんで、往復料金が安い、ありえない安さになってですね、50%オフ、すごいですよ。それはね、引きすぎです。ですから、あれですよ、10円引きじゃないですか、片道10円引きじゃなくて、ですから片道あたりでしたら、これ840円。1690円が840円になったんですよ。えぐいですよね。これはえぐいぞってことでね、一回使ってみたかったんですよね。で、まあ、ちょうどね、一宮に行きますからね、あ、これだったら一宮も、ですから、ね、50何パーセントじゃなくて、でも 48% くらいですよね。ベランボー見やすいということです。これはね、ちょっと使わんではないやろうってことでね、使っていこうと思いますよ。でね、早速ね、使っていこうと思います。まずはこの行きの切符でね、改札をくぐっていきましょう。で、こんな感じでね。で、これはね、ですから豊橋方面に行けばいいみたいなんで、こっちから登っていきましょうね。あれ、こっち方面、一宮ってこっちだと、あ、でもね、一宮こっちってなってますからね、間違いないんでしょう。はいはい、だって一宮に住んでた人間ですからね、そんなね、一宮間違えることがありません。で、ね、桑名駅でね、改札のところでね、見ましたよね。一宮はね、一つしかなかったですから、じゃあ、あの一宮で間違いないでしょう。うん、ね、いやいやいや、楽しい旅になりそうですね。そうそう、一宮駅ってなかったらね、間違いないですけど、JR は一宮駅じゃないんですよね。あのね、名鉄だとたまに一宮行きの急行とかが走ってますんで、それになったらね、間違いようがないんですけど、まあ、今回はこの切符なんで、JR もこんな安い切符をね、出してますから、片道840円ですよ。ね、すごいですよね、1500いくらのが、そうなるんですから、これはね、ありがたく使わせてもらいましょうよ。ええ、なんかあれ、終わり、あれ、一宮ってなんか片道300円ぐらいできたような記憶もないわけではないですよね。いやいやいや、間違えるはずありません。そんな間違えるはずありませんからね。一宮は一つのはずですからね。